演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーのラブリティラングド社とラングド社ロール2種類のラングド社を食べ比べてみたいと思います。まずはこちらからいただきますね。ラブリティラングド社、ラングド社ってお土産のお菓子とかで結構あるイメージなんですけど、こういう風にスーパーで買うのは初めてな気がしますね。中身はそうそう、大体こういう薄い感じで、ちょっとパキッとやると中にクリームとかが入っているやつです。ではいただきます。続きましてはこちらラングドシャロール、こちらはどうなっているんでしょうね。なんだろう、なんかブルボンのお菓子でこういうのよく見る、たまによくというかたまにというか見るような、そういうイメージなのかな。まあ、とりあえずこっちも、お、ちょっといい音しましたね、今聞こえたかどうか分かりませんが、ではいただきます。クリームありとサクサク感増し、どっちの方が好みかと言われると最初に食べたこちらのラブリティラングド社の方は、中に入っているクリームにほのかな、かつでもしっかりとした甘さがあって、さっくりとした生地によく合っていましたね。クリームの甘さが程よかったので、こちらのテイストさせていただきます。サクッとした音も良かったですね。で、こちらのラングド社ロールは当然ロールなので中には何も入っていなくて、完全に生地だけのサクッと感で勝負といった感じでした。サクサクして生地が美味しかったのですが、やっぱりクリームが入っていた方が良かったかなという思いが、さっきの食べた後だとどうしても出てきてしまったので、こちらのテイストとさせていただきます。逆にクリームが苦手という方はこちらの方がいいかもしれませんね。まあどちらも紅茶やコーヒーとよく合いそうで美味しかったですけど、それでは冬バナとロックンロール美しや、バナの美しさがロックンロールを彩っているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞提言、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。